チャ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 
メリークリスマス。はいわ、すげー会社で季節イベントいわゆるの。最近ついに製品版が発売いたしました。おめでとうございます。やったー。まあ、この録画製品版アップデート一つ前のなんですけどね。当然、取りだめなんかするからさ、近海で会社の装飾を変えるようになったんだな。画面にはハロウィンとクリスマスの装飾がありますね。少しライティング変わったぜ。久しぶりだからさすがにちょっとゲームの説明しとこう。ハブアナイスデスは最近発売したハイスピードなローグライクアクション。かなりシステムとバランスがパワーして任天堂スイッチに登場してます。あ、パンクちゃん高評価どうも。見てくださった方もぜひチャンネル登録高評価どうも。なんでじゃあ。端的に言うと主人公の死神が会社の規律を正すために暴走した社員を制裁して回る話だ。まあ、詳しくは前回投稿した動画を見てください。そのためにも何回も挑戦して自分を強くしていく感じです。もうこの子がずーっと可愛くてですね。おい愛嬌ましたか。とにかくハイテンポだからサクサクできて、リトライ性も高くて短い時間でもできっからぜひ。でそれをやろうというわけだわ。久しぶりに社長のお仕事どうやら完結のめど立ったみたいなので、お力添えしようかと。てかめちゃくちゃいろんな要素増えてるんですよ。まあにしてんすかね。もうハロウィンコスプレしてるのこれ。なかなかの不気味さだ。いいコスチュームだなグエン。あれー、僕って分かってたんですか。別の人を探して脅かさなきゃよかそうだ。最近あいつ復帰技覚えたんだった。どうにもならんな。好きにしろ。宮殿室に行ってこようと、みんなでハロウィンのサプライズを上げて、ハロウィンがハロウィンは僕の大好きなイベントですぜ。楽しんでくださいねボス。さっき装飾でクリスマスにしてごめんなさい。まあまあどっちでも似合ってるよこの子。オーローグライクでよく見る収集物展示。あそうだ、さっきも溶解した部屋の隣さ、ぶった飯食いの部屋できたぞ。あーこれ待ってた。天気でしか確認できなかったもんで。おいちょっと待て、私の拷問部屋をジムに回収したのか。やりすぎだとは思わなかったのか。部屋がもったいないだろボス。相変わらずの破壊スマイル。うわすげたくさんある。何か知らないのも。武器かなり強制入ったから使い勝手良くなったぜ。ほうほう、これはリーチが頼もしすぎます。今まで道中改造でしか使えなかった鎌が基礎武器になったから一気に彩り出たぞ。ようやくスタート時のマンネリから解放される時が。デリアラー、各武器の必殺も違うのがいいですよね。わあ、ちゃ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 。楽しい。よかったね。なんかいろいろ増えてんな。おしゃれ巻きだね。これって何なんですか。あ、調べられる。これレベルだな。今までは金貨でアイテム解放してくだけだったけど、敵を倒したりするボーナスで金貨の入手量だったりショップのアイテム増えるようになったぞ。いやこれ超大事なやつ。時短もできる。武器のレーティングルームも変化が。今まで獲得した呪い、道中もらえるバフデバフ効果が記録されるようになったみたいだ。あれめちゃくちゃありましたからね。もちろんだけど新武器もめっちゃ増えたな。ほんとだ、知らねえ武器が結構ある。各種条件を満たすと武器の解放価格がどんどん安くなってくんですよね。無理して高いもの買って早めに強い武器で安くしちゃうのもありだよね。今度は何ですか。難易度調整だな。クリアするごとにちょっとずつ敵を硬くしたりすることができる。じゃあ社長行きましょう。社員たちを構成して回りますか。行くぞ。また無情にも切り伏せる日々が始まる。なんなん、あ、なん選んじゃった。あ、もうスタートのここで釜変更できるようになったんですね。さすがに二択だが好きなの選んでな。でこれはボス直通のエレベーターな。ローグライクとして硬くなってきたね。スタート時にジョゼリンの契約でもらったこの武器なんですが、スエゾー魔法武器だ。このゲーム魔法はぶっ壊れ多いから色々試すのがいいぞ。バカみたいな火力とヒット数出るから必殺ゲージ回収に役立つ。それは便利だ、覚えておきます。うわぁ、なんだ、なんですかこれは。なるほど、またカンパもなしに全額会社負担のイベントですか。つまらないかミスターオシャ。だが会社のイメージを良くするにはこういうイベントも大切だ。それには回収は楽しんでいるだろう。クイーンを見たか幽霊のコスチュームだそうだ。幽霊、まったく今日は少しおかしいですぞ。まあ儀式とやらは少し楽しめそうですが。なんというか自分に正直なんだな。まあせめて作り笑いはしておけ。笑い？何にですかな。今日のテーマホラーに合わせてだよろしく頼む。殺し系。上を向いて歩こう。空中攻撃の威力底上げです。うわーなんだ。エフェクトが増えてる。前回も言いましたけど、この手のゲームは反復なのでガンガンカットしていきますよ。先立つもの探しに装備倉庫。ナーブアー、中継、鎖がまおらー。最初から使えるのが楽しすぎる。ロケットも当てていく。おお、金貨出る。でかい敵倒すと出るようになったみたいですね。前まででかい敵倒すメリットほんとなかったもんな。いやマジででっかいだけでほんとジェムでさ。めちゃくちゃ威圧感だけある感じでしたもんね。この強力器、上にいる敵すらも刈り取れる。意外だ、なになに、これが、イエーイ、花火を背中に差し込んでやる。高度な嫌がらせやめろ。結構もらっちゃったね。敵ルームだ、いやでもディスルサイスのリーチ頼りになる。花火の必殺技はどんなのだろうか。玉やかみや鳩や麦わらや。おお、この火花巨体に使ったら恐ろしいほど削れるぞ。敵ルームは突破で報酬あるんですよね。ここは回復ストックでしたか。おやや装備だ。この手のジャンルは装備開けする瞬間が楽しいワールドが、毒不要の近接武器だ。斜め下落下、なかなか癖のある。おお、ソウルリーとプリズミウムルーム一緒になったんですね。いい変更点だらけですね。いや、本当にやりやすくなったもんだ。かなりいい感じに仕上がったわ。しかし久しぶりに業務に勤しむ彼は腕がなまっている。とストックは結局追加されなかったか。被弾した時が若干わかりにくいのでマジで足を止めてはいけませんよね。体力まずい。回復ストックとソウルリーいただきます。アウート。プリズミウムなさそうだね。なるほど、二択抽選なのな。さて装備と拠点通過飛び玉な。 MP 底上げだな。どこにしよう。かねー、おかねおかねおか
ねえ、お、は、なんで？はぁ、ショップ行きましょう。やぶハッピーハロウィン、ショーの前に元気が出るようちょっといっぱいやるかい？やる、なわけあるか。バタバタしていてそのナンセンスな儀式のことをすっかり忘れていた。プリズミウム半額だ。あ、製品版だとショップもちょっと画面変わってるみたいだぞ。じゃあ恒例のブラッドボコしに行きますか。ほら、ソタイマン。ハロー。ハロー。え、ハロとは？だって俺はみんなだもん、動かすだろ、ボッハハハハハ、ハロポイントハロウィン、今日はハロウィンだろ。ブラッドすまんな、まだまだ春なんだわ。さっと行きます、ワールダガーの必殺。ああ、ガタ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 。おお、派手派手、毒も付与するからスリップダメも期待できるな。殴りまくってスタントって、キエー。まずはステージ1を、その下に初のゲームに対して、まあ特定のニーズにぶっ刺さるやつだ、これは間違いない。体力最大値アップいただいて、5回攻撃すると爆発を引き起こす青呪い。うおー、寒いよ。これでも勝ってくらいクリスマス。でも全員ハロウィンの話する4月。なんか仮想パーティーの他に儀式儀式ってみんな言ってんな。社長パンクちゃん探してる。儀式ってなんかパンクちゃんの話なのかな。あの子が自分の意思でやる何か。カボチャだからジャックをランタン出しまー。張り切っちゃいますよね。当たったぽい。産業汚染と毒性食品どっち行く？地獄の二択、産業汚染部門行きます。相変わらずローカライズの壁が強くて頭に入ってこねえ。スイッチだと読みやすくなってるかな。ゴミだらけです。うおー、やぶねってこれ。あれ、こんなに必要に追いかけてくる弾だっけか。あー、ブナー撃たれる、レーザー撃たれる、気強くなってる気がする。こっちだって花火撃つもん。おー、やっぱしつこく判定残るみたいですね。出た、最強パッシブ。攻撃当てるごとにこっちの体力回復。でも結構弱体化したっぽいかな。かなり早く減っちゃうんで、さすがにナーフされてますね。回復手段少ないこのゲームで非常に優秀なパッシブなんで、見つけたら真っ先ですよこれ。帰り地、見ろ、界隈で一番帰り地上げてるだろう女だ。砂構えガチゲや、人事部で呪いもらいます。あ、いたいた。今部門的には緑の呪いがいい感じの出やすくなってるはずだがどうだ。うん、しかしこの青のダッシュクールダウン減少良くないっすか。これにしちゃえ。で、表記通りでメリット付きと。店は値上がり困る。まあこれかな。次は安全取ってソウルリーヘア。そうだ、ディスルサイスの必殺知らない。分回したり、あっかって。1年前半に攻撃ですね。これ知らないな。突進系でしょうか。いや、黒ですしまー。さらに物資いただきに通過だった。おも、はい。何この大きく出た部屋。行ってみるか。ほわ、なるほど、アスレチックチャレンジ。うわ、一回でも触れたらダメですよね。こういう面なかったから新鮮だ。サクッと行きましょう。余って結構長い。はだはだ、今の読めるかよ、貴重だよ。意地悪いなー。で、ダメージこっち負担なんだな。おもしれー。プリズミウム持ってるし、カマワンランク上にしようぜ。派生択が増えている。ちょっと強い別のカマにするか、同じ系統のかなり強いカマにするか、ボーナスダメージがつく、ペルセウスが有成分のカマ。でもこれ初期になかったツインジーも気になるからこっちにしよっと。あとはソウルリーでアップグレード。攻撃力上がってダメージボーナスも増えたね。うわ、これもいいわ。ディスルサイスよりクセ少ない。リーチもそこそこだし、何よりフリスキ少ないな。後方カバーもできるのいいぞ。さて次はこの部署のボスですね。ここのボスはレントがあまりでっけー。特定食品の方通るもんなよく。準備も済んだん、ゴミ箱いっぱいマスク構えも片付け、捨てられたカボチャ、あれ果てたゴミ捨て場で開かれるか。デコレラも本物よりも何もまずただ処理された本とも示すは正常さ。素晴らしい例を言うぞグライムス。まあお前の部門の悪いところ全て要約してくれたわけだが、ハッピーハロウィン。曲がかっこいいグライムスだ。一気に行きますよ、この巨体こそ花火の格好のマルーズブレー。社長読むかよ。え、なになにチグジョー。なんで、なんで。完全にわからん殺しだったな。知らないからやられたの典型だった。はぁ、あと一回くらい潜ってみますか。ランク開始時に選べる釜の数を増やしましょう。選択肢多いの俺。おい、キリサメ。ごめん、マジ同士だった。無意識に出た、ごめん。無意識は仕方ねえ。緑。ごめん。刺さってな。バカンスめちゃくちゃ生きてんだな。頭にハサミ突き刺さってるやつ。追加された社員ですよね。チンガム残すぎんだろ。攻撃も面白い。帰り見ねえ。体、最初の装備なんだ。レイフィア、コンパク近接式。青ランクだ。まあまあのレア度。串刺しっていう追加ダメージスキルもついてるぞ。なるほどな。いや、何してんだおい。のなんだ、破損でいた。ちょっとホラーはやめましょうや。アイコンは中ボスだが、怖いんですけど。本当に普通に反復してたことが壊れてくタイプのホラーが一番怖いんですって。今のとこ何かありそうな感じはないが、全裸のおじさんが飛び出してくる可能性もある。なら勝てる、なら勝てる、逆になら勝てる。うわ、雰囲気めちゃくちゃ変わりました。手前カボチャだらけじゃね。うわわ、本当だ。なんでどうしたんだ、こんなとこで何してんですかこの子。それなんですか。おお、一気入れたよ。どうした。ちょ、あの子何食べたんですか。絶対食べちゃダメ系だろこれ言ったの。必殺でまずはツインジーは石タイプです。おでっけー。パンクちゃんはこれ筋肉系なのか。うわ、どうしよう、ちょっと寄りにくい系でしょうか。ゴリッポリのパワータイプだこれ。危ない。インスタ、今度はなんだ。ウォッポジオン、なんか出た。めちゃくちゃ爆発しそうだぞ。押し切ります。やらやらやスターン。僕ら可愛いね。言っても一面中ボスだからか、そんなに体力はなさそうだぞ。でも怖いんで体力は回復します。パンチは回避抜け。もう少しだから追い込みかけれるのでは。登るセルフでキャッチされそう。うわ、安対策されてる。しかしおい、これ死んじゃったん。おお、うわぁ、生きてる。体が自立していらっしゃる。なんだ、大丈夫だった。
クエンテも、いやお前。記憶飛ぶのおい、謎の要素来たな。ワキワキすんぞ。呪いはどうしましょうか。と強力そうなのがある。神々のマントっていうのがダメージアップは頼もしいぜ。釜以外の近接威力アップです。反動は食品部門の敵の攻撃パターンが強くなるもの。パンククイーンオメガ、うわーっとノーローカライズ。製品版の方はローカライズできてるかな。道中フォーカスっていうバフ装備取ってショップについてフォーカス売ります。はいはい。肌に合わないものはすぐに売っちゃって資金にした方が生存率アップですよ。呪いで火傷付与も買っちゃいます。ブラッドも余裕で突破です。いいよな、スピード感あって気軽に一周走りたくなるのほんといい。次は毒性食品の方で赤の呪いを強くしていきますよ。よーむ。じゃあ今日なんとか耐えられませんかね。紙コップを5手振り回して回復落ちないだろうか。え、おおおお。